さあ早いスパートなのか、白井が出てきた。さあ白井雄介がまず出てまいりまして、そしてラスト1周の金がらだ。さあ逃げる白井、そして追うのはキプリモツ鶴川、そしてビクターキムタイ。1億2500万人の、トラックレースファンの皆様、こんにちは。ザワチャンネルです。トラックが楽しくて楽しくて仕方がない、そんなあなたに、今日ね、お届けするトラックレースは第101回、関東インカレ、2部男子 5000m 決勝。ついに、あの男が帰ってまいりました。こちらのね、レースを楽しく、そしてアグレッシブで、お届け、したいなと思っております。やはりね、なんといってもこちらのレース大注目、青山学院大学、鶴川選手、目片選手、そして佐藤選手と、こちらの3名がね、出場しております。本当にね、関東インカレ青学旋風吹き荒れておりまして、まずは1万メートル、こちらでね、岸本選手が2位入賞、そして男子1500メートル、こちらでもね、山内選手が優勝、そして宇田川選手、西川選手も入賞。そしてこちらね、関東インカレ最終日、午前中ございました2部男子ハーフ、こちらでもですね、西久保選手が3位表彰台、そして横田選手、田中選手も揃って優勝とね、本当にもう手が、つけられない、状態になっているね、この青山学院大学。そしてこの決勝戦も青山学院大学、3人がね、揃って、出場しております。さあ果たして、こちらのね、決勝 5000m、まあ、留学生勢もね、やはりね、強力ですからね。初日のね、1万メートルを制しました日本薬科大ノア・キプリモ選手、そしてもう来日初年度からね、ぶっ飛ばしておりますリッキー・カミナニ、ビクター・キムタイ、そしてね、星槎大学テスファレム・ウェルドゥ、ちょっとね、舌噛んじゃいそうなね、名前ですけれども、果たしてこのね、強力な留学生勢に、青山学院大学勢を中心とする、日本学生勢がね、どこまで、こちらね、詰め寄ることができるのか、この中の大注目で、言っていただきたいなというふうに、思います。さあもうすでにね、選手コール、始まっておりますけれども、僕がね、ちょっと今回、注目したい選手が、こちらにね、おりまして、芝浦工業大学、横尾選手、ちょっと今年のね、関東インカレ、芝浦工業大学のね、ブレイクが目立っちゃうなっていうね、感じしてるんですけれども、こちらの選手にもね、注目していきたいなと思います。それでは第101回、関東インカレ2部男子 5000m 決勝、まもなくスタート、やってみましょう。さあスタートいたしました。第101回関東インカレ2部男子 5000m 決勝と、ということでね、まあ、この後に行われました、一部の、ね、5000m 決勝の、レース模様、レース実況、いやー、まあ、とんでもない、ね、レースになってしまったんですけれども、合わせて、ね、あちらも見ていただきたいなとは思うんですが、さあ果たしてこちらの、2部 5000m はどのようなレース展開になるのか、まあ、こちらのまた、タイムの方も、ね、しっかりと掲載しておりますので、しっかりラップタイム、スプリットタイムを見ながら、ね、展開を、解説していきたいなというふうに、思っております。さあ現在レース、先頭を走っているのは青山クイーン大学、鶴川雅也選手。まあのね、去年ルーキーイヤー、活躍が、ね、期待されたんですけれども、関東インカレ、自分の、ね、納得いく順位で、終わることはできませんでした。そしてね、夏以降もね、ちょっと、故障の関係で、出遅れまして、なかなか、調子が、ね、上がらなかったので、まあ、今季ちょっと期する思いっていうのはね、やっぱりね、あると思うんですよね。さあ、400m 通過しておりますけれども、69秒
さあかなりゆったりとしたペースで、やはり鶴川選手もね、自己ベスト、13分50を切る、ベストのタイムを持っていますので、さあちょっとね、ゆったりとしたペースで、1周目はね、まあ、周りを伺いながら様子をね、入ったかなっていう感じはありますけれども、さあ精査大学、こちらテスファレム・ウェルドゥ選手が、イニシアティブを取ろうかと、前の方に出てまいりました。さあ日本人勢こちら、生還する形でしょうか。さあそれをね、追っかける形で、速稼大学リッキー・カミナ、リッキー・カミナ選手が、追いかけている様相。さあ1周目ゆったりと入って2周目ちょっとね、留学生が動きを見せ始めてきました。さあこの辺りどう対処してくるのか、鶴川選手を先頭する日本人学生勢。やっぱりね、リュウはね、出場大学もね、こうバラエティに富んでいるというね、感じはありますけれどもね。さあ 800m、留学生先頭に、通過いたしました。2分20秒71秒。さあちょっと留学生のね、上げ下げはあったんですけれども、相対的に見れば、ペースの方は落ちていると、いうことなので、さあかなりね、この辺りやはり留学生もこれ順位狙ってきているので、なかなかこうペースをね、主導権を、握らせないというか、まだ出方をこうね、伺ってるなっていうね感じが、この2周目からのラップタイムも見えるんですけれども、さあ城西大学、こちら山中選手の姿もね見えますね。さあ 1000m 通過いたしました。2分59秒ということで、ちょっと待ってくれよというね、このままのペースでいきますと、ちょっとね、5000m、15分ね、切るか切らないかのね、タイムになってきますんで、おっと、さあ、動きがありました。ここはやはり留学生勢、さすがに2分59秒はやばいだろうと、いうところで、早速留学生勢が動いてまいりました。1200m 通過いたします。3分29秒、その1周69秒と、さあペースがちょっとね、上がりましたけれどもね。さあしかし、日本人先頭鶴川選手はまだこの位置、ちょっとね、静観する形が続いております。留学生勢先頭から、ノア・キプリモ、リーキー・カミナ、そしてビクター・キムタイ、そしてその後ろに、テスファレム・ウェルドゥ精査大学と、さあ東京国際大学山谷選手が前に出てまいりました。そしてそのすぐ後ろには白井選手、東京国際大学ランデブーが、さあ前の留学生勢をね、追撃しております。さあもう一人の東京国際大学牛選手はこの位置、さあ創価大学リーキー・カミナ先頭に出まして、レースを作っていきます。さあ完全に先頭のね、留学生勢にね、東京国際大学の2人追いついた形になりましたけれども、さあ 1600m 通過いたしました。4分36秒ということで、この1周67秒。さあペースがちょっと上がりました。ちょっとけどね、ケニア人勢、この留学生勢がね、結構仕掛けてますね。ペース上がってるんですけれども、その間にもね、ちょっとスピードの緩急があったりして、なかなかね、これ難しいんじゃないかなと。さあ立教大学林選手の姿も出てまいりました。立教大学からは林、そして関口と、さあ通過いたします。さあ現在最後尾、平成国際大学ステファン・カマウ、そして穴澤。今ね、最後尾走っておりますね、穴澤選手もね、私学6大学開校でね、14分、10秒切ってくるというね、好タイムを、マークしておりますので、さあその勢い果たしてどこまでね、こちらね、持ってくることができるのかと、いうことなんですけどね。さあ 2000m 通過いたしました。5分45秒、2分47秒と、一気にね、1000m のスプリット、ラップタイムもね、上がってきた感じですけれども、さあ先頭引っ張るのはノア・キプリモ、2番手に創価大学リーキー・カミナ、そして、3番手城西大学ビクター・キムタイ、そして、4番手が精査大学テスファレム・ウェルドゥと。さあホームストレート、かなりね、強い風が吹いておりますけれども、さあ大外、
日本薬科大学中山選手も上がってきた。さあ日本薬科大学、中山選手もね、前のノア・キプリモにつこうというところでしょうか。さあ先頭はノア・キプリモ、2番手はリーキー・カミナ、そして3番手にビクター・キムタイ、さあ4番手、東京国際大学、おっと精査大学、デスファリム・ベルドゥーが、先頭に、ね、出てまいりました。この辺りかなり、ね、先頭行為は激しいですよね。さあ 2400m 通過いたしました。6分53秒、この1周は68秒。さあちょっとね、ウェルドゥー選手が、ペースを上げたことによってちょっとねタイムが上がってまいりました。さあこの辺り結構難しいレースになってきてますよね。かなりこの、ペースのね緩急といいますか、上げ下げがね、隠れたところでこう行われているので、この辺りね日本人選手なかなか波に乗れないんじゃないかなという感じありますけどもね。さあ日本人トップ、今現在は上武大学、こちら村上選手がね上がってまいりました。上武大学エース村上広大選手。さあそしてこちらね、ゼッケン20番注目のいやいや小柄な選手ですけどもね、白浦工業大学横尾選手の姿も、あります。さあバックストレート、テスファルム・ウェルドゥ選手が快調に飛ばす。そしてそれを追うのはノア・キプリモ、リーキー・カミナ、そしてビクター・キムタイと東京国際大学山谷白井もこの位置、現在5番手6番手と。さあ 2800m8 分ちょうどというところでね、さあペース的にはねまだゆったりとしたペースなんですけれども、かなりねペースの、上げ下げ一定してないんですよね。この辺りのレース展開にね、さあ果たして日本人選手うまく合わすことができるのかなっていうところはありますけれども、さあ横一線一気にまたこれペースが落ちてるんじゃないですか。さあ間もなく 3000m、上武大学、村上選手上がってまいりまして、3000m 通過いたしました。こちら8分35秒、2分50秒と。さあペースは一定しません。かなりね、留学生でやってきてますよね。この辺りちょっとねまた詰まってきてたりもするので、かなりこうストレスが溜まってる選手もね中にはいるんじゃないかなっていう感じはするんですけれども、さあ上げてきた創価大学リーキー・カミナ上げてまいりました。そして2番手続くのはノア・キプリモ、そして3番手に、テスファルム・ウェルドゥ選手。さあ 3200m です。9分8秒、この1周68秒と。いやでもねこれ単純計算のね68秒じゃないですからね、おそらく 100m 200m 単位ではかなりタイムに、差があるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、そこはしっかりと、さあ安定して冷静に対処しているのか、青山学院大学鶴川雅也。さあこの辺りね後続の日本人勢のね動きもねかなりね激しいですよね。さあやや後ろを気にしながらリキー・カミナが先頭で通過。芝浦工業大学横尾選手、さあここからポジションを上げていくことができるのか。かなりね難しいレースになっていると思いますけどもね。さあバックストレート、カミナ、キプリモ、ケブタイ、そしてウェルドゥーと、この辺りの順位は変わっておりません。そして冷静に食らいつくのが、東京国際大学山谷選手。さあ 3600m 10分14秒、66秒と。さあペースはちょっとね上がってきてますよね。この辺りさあ山谷、そして白井、そして鶴川とこちら冷静に対処している、その後ろ青学勢目方、そして佐藤もね、しっかりと先頭グループを伺う。さあちょっとね集団後方がちょっとバラバラっとねばらけてきた感じはしますけどもね。さあここからいやこのタイムね速いペースではないんですけどもね、やはり緩急でかなりスタミナをね削られてる選手がねちょっとバラバラとね、落ちてきたかなというところで、さあ現在先頭は果たして、さあ先頭の選手が映るでしょうか。さあ先頭の選手映りました。ノア・キプリモが出ている。キプリモ、カミナ、そしてキムタイ、そして山谷。さあ
さあ山谷白井がさあ日本人先頭、そして 4000m 通過いたしました。11分22秒、この1周68秒と、そしてこの 1km は2分47。さあまたちょっとね、ペースが上がっております。さあ果たして、さあもうちょっとね、先頭グループ、絞られたかなっていうね感じですけどもね。さあ駒澤大学安原選手もちょっと遅れてきた、立教大学2人、林関口もちょっと遅れてきたのか。さあキプリモが後ろを伺いながら、まだまだ出方を伺っているところ、この辺りはまだ余裕なのか、ちょっと神奈選手と喋ってるのかもしれないですね。さあしかし来たのはキムタイ、ビクターキムタイが出た、長身の選手、城西大学ルーキービクターキムタイが出ました。さあレースも終盤、前からキムタイ、キプリモ、カミナ、そして鶴川白井と、さあ先頭グループはかなりまた絞られてきたようです。さあアジア大学こちら、片川選手もね、上がってきてますけどもね。そして、4400m 通過いたしました。12分28秒66秒。さあペース上がってきている。さあ急激に 4000m を通過してからペース上がってきている。さあアジア大学片川、さあ前の方に出てまいりました。先頭キムタイ、そしておっと横から出てきたのは、さあ速いスパートなのか、白井が出てきた。さあ白井雄介がまず出てまいりまして、そしてラスト1周の枯れがらで、さあ逃げる白井、そして追うのはキプリモ、鶴川、そしてビクターキムタイ、さあ神奈も追う、さあ片川、そして山谷はどうだ、そしてその後ろは目方か。さあ白井が譲らない、バックストレート、逃げる白井、そして2番手キプリモ、そして3番手は鶴川。さあキプリモが白井をかわしてトップに浮上。ラスト 200m、 さあ 4800m、 13分27、この400はなんと59秒。さあ一気に60秒を切ってきた。さあキプリモ先頭、2番手がキムタイ、そして3番手、さあ2番手キムタイをかわして上がってきたのは鶴川、懸命にもがく、その後ろ山田にも、さあどうだ、目方は現在6番手、さあ鶴川ラスト、キプリモには届かないか。さあキムタイと並んでゴール、鶴川意地の日本人トップ、目方も日本人3位、そして喜ぶアジア大学片川大健闘。さあ後続勢がバラバラとゴールいたします。さあ鶴川出し切りました。立ち上がれない、立ち上がれない、鶴川出し切りました。さあちょっと足がもしかしたらちょっとつってるのかもしれないですね、これは。さあメディカルスタッフが駆け寄りまして、鶴川選手のちょっと足をね、伸ばして、さあ健闘をたたえ合います。東京国際大学山谷、そして白井、そして駆け寄るチームメイト目方、そして佐藤と、さあちょっとね足の痙攣はね収まったのかなというところで、さあ鶴川選手トラックに一礼。さあしっかりと、まあ、去年はね関東インカレ16位というね順位に沈みましたけれども、今回は納得のねいく結果に終わったんじゃないでしょうか。出し切りました。はい、ということでね、レースの方、見ていただきました。結果の方を見てみましょう。こちらドンと、さあ優勝は、日本薬科大学ノア・キプリモ選手が、1万メートルに続く2冠達成ということで、13分55秒47。そして2着に、鶴川選手とね、デッドヒートをこちら繰り広げました、城西大学ビクター・キムタイ。そして3着に、惜しくもね、キムタイ選手、かわすことはできませんでしたけれども、鶴川雅也選手が日本人トップの3位表彰台、13分、55秒99でゴールと、いうことでね、いやかなりね序盤からねペースの上げ下げ、特に最初のね 400m なんか70秒前後で入っているわけで、で 1km 通過もね2分59秒とかなりのスローペースでね入っているので、これどうなっちゃうのかなっていうね感じも思いましたけれども、まあ、こちらね留学生勢のね上げ下げに、まあ、冷静に対処していた、まあ、こういった鶴川選手であったり、
あと東京国際大学ですよね、山谷選手、そして白井選手、そして亜細亜大学の、ね、片川選手なんかも、ね、これ大健闘の8位、入賞だったんではないかなというふうに、思います。そしてね、青学勢、こちら鶴川選手、目方選手、まあ、こちら2人がね、3位、6位入賞と、まあ、ルーキー佐藤選手ね、10位ではありましたけれどもね、しっかりと、まあ、この難しいレースでね、タイムの方も、14分、6秒39なので、まあ、しっかりとこの辺りもね、冷静に対処して、レース、終えれたんじゃないかなというふうに、思います。さあ、去年ね、箱根を走ることができなかったこの鶴川目方が、まずこちら、関東インカレで結果を出してきたと。特にね、去年目方選手なんかね、あの箱根ゼロ区で、優勝も、しておりますし、本当にね、このレベルの選手がね、箱根に出れないっていうのがね、この青山学院大学の今の、レベルでもありますんでね。まあ、今年、目方選手もね、ラストイヤー、まあ、同級生にもね、やはり中村選手、近藤選手、キャプテンの宮坂選手、まあ、強いね、いや本当にライバルね、たくさんいると思うんですけれどもね、しっかりとその中で、勝ち残ってね、今年こそ、箱根駅伝出場のね、切符を、掴んでいただきたいなと、思います。そしてね、鶴川選手におきましても、6月から始まるね、北連ディスタンスで13分20秒、やはり学生記録を目標にタイムを伸ばして、夏合宿でしっかりと足をつけると、いうプランをね、インタビューの方でね、話しておりましたんでね、まあ、去年はね、ちょっといいところでね、故障してしまったんで、まあ、そういったケアも、しっかりとね、行って、まあ、今シーズンもう完全燃焼でね、鶴川雅也、アピール、していっていただきたいなというふうに、思います。関東インカレ、2部男子 5000m 決勝、今日はこんな感じでありがとうございました。